こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃーん、クリスピークリームドーナツでオリジナルグレーズ24個と、こちらエトダズンを買ってきました。去年もエトダズン出てましたよね。私はイノシシ年なので、ここにイノシシちゃんがいます。めっちゃかわいい。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。やっぱりせっかくなので、このイノシシちゃんから。これ見て、鼻がプレッツェルになってますね。なんかこれ耳は、なんかこれ見たことありますね。このなんていうの、クラッカーみたいなやつですね。これ四角い。ふわふわのドーナツで、中にキャラメルクリームが入ってます。外側はキャラメルのチョコレートのコーティングで、クラッカーとかがまた一味加えてくれるから美味しいです。あったかい飲み物、これ今日はミルクティーなんですけど、あったかい飲み物と甘いクリスピークリームドーナツ食べるの最高ですね。うん、幸せを感じます。これは定番ドーナツのチョコスプリンクルですね。うん、もうチョコが厚めにかかっとって、このお砂糖で作られたやつがカリカリしとって美味しいです。オリジナルグレーズドです。このふわふわのドーナツに甘い砂糖がコーティングされとって、シンプルな甘さで、私はこれが一番好きです。このふわふわのイーストドーナツがすごい香ばしいです。次はスノーマンチョコです。この赤いマフラーが可愛いですね。このハッピーイノシシキャラメルと、このスノーマンチョコと、このストロベリーのやつが今回のエトダズンの特別なドーナツですね。じゃ顔からいきます。うん、チョコのクリームが入ってます。このマフラーもね、いちごの味がしてめっちゃ美味しいです。次はラッキーストロベリーリングです。この赤だからね、すごいおめでたいですよね。このスノーマン食べちゃったけど、スローマンの白とこのストロベリーリングの赤で、紅白ですごいお正月っぽいです。これで金箔がね入ってます。綺麗です。うん、甘酸っぱいイチゴのソースがかかっとって美味しいです。キャラメル最後の一つです。うん、可愛いのにちゃんと美味しいからいいですね。新年最初のクリスピークリームドーナツなんで、豪華にオリジナルグレーズドを24個食べたいと思います。でこっちは温めます。温めてふわふわになってます。こう見た目じゃ分かんないかな、全然ふわふわとか違います。うん、もうね、めっちゃ低反発です。ふわっとしてて超美味しいです。うん、で熱でグレーズがちょっととろけとって、口の中に入るとさらにとろけてめっちゃ美味しいです。こっちは温めてない方です。うん、これはこれね、もうちょっと弾力があって、ひんやりしたグレーズドもこれまた美味しいです。でもどっちも美味しいけど、私は温めた方が好きですね。で、こっちも温めます。うん。で、最後の一ついただきます。うん。
じゃあ最後の一口です。うん、ごちそうさまでした。クリスピークリームドーナツめっちゃ美味しかったです。ハッピードーナツ美味しいし可愛いし最高でしたね。こうなんかお正月気分を盛り上げてくれるものをね、いろんなお店が出してくれるから嬉しいですね。本当はいつもねありがたいですね。いや今年はねみんなにとっていい年になりますように。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。